さあ、では来週の、来週じゃないね、来月の今月のこれのお題はこれです。はい、どうぞ。え、おいおい、決めておくって言ってたのに。一週間あったよな、お前。お前しかも、お前ミカド君来てますよ。え、ミカド君来てますよ。来てるよ、はい、なんておったよ。休みだっつったんだよ。だから休みだっつってのに来てんだったらさ、ね、それ決めてて言って叱るべきだと俺は思うんだよね。そうですね。で、俺ぐらいになるとさ、はい、それくらいのことはさ、はいはい、言って叱るべきだとさ、いいと感じざるを得ないんだよな、はい、うん、じゃあ言ってもらおうかなって思うじゃんな、はい、言わねえんだなこいつ。おかしいですね。おかしいよな。1週間ありましたもんね。1週間あったよな。あったよな。1週間、あったよな。は、いいえ、はい、はい、いいえってどういうつもりかな。歯切れが悪いんだよ結局のところ、うん、まあまあまあ、別にあの、はいでも家でもどっちでもいいんだよ適当なまでちゃんと答えてくれればちょっとくす笑いはもらえるんだよ。そうですね、はい、今のが一番やっちゃダメなやつなんだよ。どっちにしようかなって悩みつつ、そう、はい、いえ、はい、はいみたいなそうそ う, そうなんだよ。いいよ、もうはいでも、はいだったらはいで、あ、もう1週間経ちました、いいえだったらいいえでも言っちゃえばいいんだから。そうだよ、さっきじゃねえかって言っちゃうんだよ。そうですよ。そうだよ。嘘か本当かは知らないよ。あくまでも噂だっていう話を俺は聞いてるよ、はい、あくまでも噂じゃねえかっていうさ、その分、そうですね、その先週を取ってから今週までがほんの3分ぐらいしかないっていうのは俺噂でしかないとは思うけども、もう取り過ぎ、早く回せ早く回せって言ったのもあるんですね。ボイスラブネットワーク火曜日、渡辺一茂の勅使河原。というわけでございましてですね、はい、では来もういいっつね、はい、改めまして渡辺と近見と帝と染谷です。はい、というわけでにぎにぎしくお送りしていこうかと思うんですけど、エンディングまでに喋りながら考えてね。頑張ります、はい、頑張って、ね、はい、お伝えしないとその何だろう、一緒に見て楽しむ的なやつができないから。そうですよね。そうだよ、はい、せっかくそういうのやってんのにさもったいないよ、はい、でしょ。でもったいないといえばなんですよ、はい、ね、D 様が死んじゃったじゃん、はい、ね、はい、言い方俺のでこういうのってその笑えないのも知ってるから、まあ、俺の言い方も今ごめんなさい、悪かったよ はい、ね、僕 奥さん死んじゃったでしょ。でも、はい、ね、いいタイミングで電話が鳴るんだもの。ね、はい、今ちょっと今俺ちょっと救われた感がありますね、はい、あのね、はい、僕のパソコン、はい、僕のアイキー、ノートパソコンの、はい、MacBook 2000何年だあれ2009年かな、はい、はい、もう結構古いんだけど、はい、それの壁紙にね、俺 D 様のハワイで撮った写真を使ってんのよ。おお、はい、この番組でもさ、リニューアル前に言ったじゃない、はい、喋ったじゃない、ハワイに、ハワイに行きました、うん、でその時 D 様もいろいろ喋ってたし、その後で森田さんが、はい、そうです ね話題を、それもリニューアル前だけど、ね、はい、そうそう、ハワイの話した時にやっぱり D 様喋ってたじゃない、はい、で、はい、俺もだから D 様も大好きだったわけですよ、はい、でそれ、その上今回はそのベタな場所に行こうっつって、ワイキキビーチありますわね。ああ、もう本当にもう、ハワイのワイキキビーチ。行ったことない人でも分かる名前。うん、はい、ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドは皆さんよくご存知でしょ。はい、はい、の、ビーチの中にあるホテル、ピンク色のホテルがあるのね。通称ピンクパレスって呼ばれてる、はい、ロイヤルハワイアンっていう、はい、もう格式ある伝統のあるホテルがあって、はい、でそのホテルが、まあ、どこのホテルもそうなんだけど、エントランスからロビーとかって、まあ、誰でも入れるじゃない、はい、で誰でも入れるところに、はい、超有名な撮影スポットがあって、俺は知らなかったんだけど、あ、確かに言われてみればパンフレットで見るっていう写真を撮ったのよ結果ね、はいはい、その、
ロイヤルハワイアンっていう、ホテルはビーチに直結をしていて、はい、というかワイキキビーチの中に本当にもうビーチの中にあるっていうのが皆さんが想像してる以上に中にあって、ほうほうほう、で、まあ、行ったことある人はもうあそこだってすぐ分かるところなんだけど、はい、緑色の芝生が抜けに見えてて、はい、その先が白砂の浜でね、ビーチで、あー、で、なるほど、ホテルがやってるお酒飲んだり食事ができるようなところのパラソルがちらほら、まあ、これもピンクなんだけどそれが見えてて、でそのまた先に海が見えるわけで、おー、で、いいっすね、建物の中から写真を撮るということは、はい、光の加減で真っ暗に映るじゃん、はい、建物の中、あー、そうですね、だからあるものがほとんどシルエットになるわけ、おはい、でそこの、はい、抜けに見えてるあの なんつったらいいの、出入り口になってるところがそのなんだろうな、なんつったらいいのかな、難しいなお伝えするのにな、ギボシみたいな形で上がツーンととんがってての、 あのドアが上が半円のドアになっているようなさ、動画に貼りましょうか、動画に貼ろっか、それで、ね、ツーンってなってる、その写真で貼って、これ喋ってるところで貼って、この写真だっつって、なるほど、はい、で、うん、だから今これ、今これって言えばいいのかな、これこれこれここでその写真がすんごく綺麗に撮れたのよ、はい、で、そのシルエットのな、そこにだから写したい人とかを入れたわけだよ、はい、で俺と D 様と代わり番号で撮って、はい、まあ本当に D 様が手ぶらで行ってくれたおかげでああなるほど、会ったことない人とか見たことない人とかには分かんないと思うんだけど、本当にここ数年の D 様はうん、俺が言うのもなんだけどものすごく可愛らしい体型だったの、コロコロして、はい、本当にコロコロしてっていうのが、もうだからこれ見て見て、この写真ね、この写真のこれ見れば、あ、もうそれでシルエットも入ってるんですね、そうそう、あ、なるほど、だから勅使河原のこの喋ってるところのバックにずっと染谷くんが作ってくれたさ、白抜きの画像が貼ってあるんだけど、はい、そこに D 様のこれ白抜きにして入れようかなってちょっと思った、あ、なるほど、決まったのが、はい、この画像を決めたやり取りをしたのが、はい、亡くなる直前だったから、そうですね、本当に、はい、で最後のこの番組で、連絡のやり取りをするのに LINE を使ってるんだけど、その LINE のやり取りの直後に本当に倒れてるから、うん、染谷さんね、やり取りしたやつの、ね、時系列見るとね、ゾワゾワするよ本当に直前で、3日ぐらい前でしょ確か、あ、はい、で、あ、やった、決まったって言って染谷さんがそれで完成形を作ってくれて、はい、で、はい、納品とかをしてくれて、でそれは見ても聞いてもいないんだもん、うん、あ、うん、だからやっぱ僕の中ではさ、番組やめようかなと思ったって言ったじゃない、はい、言ったんだよ俺、はい、で思ったんだけど、このタイミングでここまで決めたやつをなしにしちゃうのはやっぱ俺にはできないなと思って、まあそうですよね、うん、確かに本当に血を這うようなレベルのクリック数しか今ないけど、うん、でこの D 様が亡くなっちゃったっていう話をした回もね、アーカイブで上がってるけど結局消えちゃうわけじゃん先々、うん、残るのかね、どうすんだろうね、 YouTube だから無尽蔵に残そうと思えば残せんだよね、多分、まあでも分かんないじゃん、はい、だからそうなってくると番組自体続けるっていうのがやっぱ俺の中でのテーマ、もうだからもうなんだろう、俺だけが聞いてればいいぐらいのいや皆さん聞いてくださいね、はい、聞いてもう拡散していっぱいお願いしますね、うん、ハッシュタグ拡散希望でいいですよね、はい、ハッシュタグ拡散希望はダメじゃねえハッシュタグ拡散希望は意味がおかしいだろ広めて、とりあえず広めて、でみんな聞いてください、ハッシュタグ勅使河原かハッシュタグボイスラブネットワークみたいなの作って運用していくべきだよね、はい、タグとか作ちゃんと組んでね、そうですね、うん、でまあまあまあそれで映像にさ、
ね、D 様のあのシルエットを綺麗にエッジとかをちゃんと作って、はい、あの写真撮りっぱのやつだとちょっと髪の毛とかが結構ボワボワしてて、うん、ちょっとなあれな感じだから、その辺をこう綺麗にまとめつつ、はい、らしさは残しつつでちょっとこう綺麗にすると載せるのかなと思ったんだけど、はい、やっぱさ聞いてる人がさ、うちわの人間は分かると思うんだよ、はい、あシルエットでシルエット見て、はい、そうこれが D 様だ D 様だっていうのは、うん、だけど、はい、まあまあその誰ぞがね、はい、あの拡散してくれたとするじゃん、はい、僕らがその SNS 使ったりとか、あとはいろいろ後輩にねこういうのやってるから聞いてなんて、はい、そこから今度つながりで聞いてくれてる、ね、はい、声優目指してる学生さんとかもいるかもしれないじゃん、そうですね、っていう人たちが聞いた時にこれは誰だ、誰ぞやと多分最初の5人のシルエットにしても、うん、外野の人も入ってるから、はいはい、5人も計算合わないんだよ、いないと、ね、毎回4人だから、はい、そうするともしかしたらこの中のうちの1人が D 様だと思う可能性もあるし、だからもう1個シルエット増やすって分からないだろうからやんなくていいんじゃないかなとも思ったりはしたのね、はい、思ったの、はい、だけどじゃあどこにそれを使いどころがあるのってなった時に、はい、じゃあなかなか別に何もないから厳しいです、ね、通貨はないっていうのも俺は今度寂しいわけ、いいアイデア思いついちゃったからみんなに教えてあげるのねんと思って、教えてあげたら使いどころがないのねんって言われたらさただね、はい、本当にあの綺麗なシルエットだから、あのねこれはもったいないなって思うぐらいに、いや神さんだからっていうのを差し引いても、はい、なんかこれちょっと加工したらいいんじゃないかなと思ったので、はい、俺小ロットで自分用で T シャツ作ろうと思ってから本気でおシルエットに、はい、なんかちょっと、英語かなんかでコメントかなんか入れといて、はい、コメントつかな2行ぐらいなんかちょっとセリフじゃないけどちょっと入れて、はいうんはい、でな首元とかにもなんか簡単なイラストみたいなとか入れられたりするじゃん今、はい、個人で作るのでも、はい、で一着安きゃ3000円とかで作れるじゃん、へでロット増やせば別にもっと安くなんだよ、100枚とかになるとすんごい安くなるよね、はい、急にね1枚だと5000円とかだったりするんだけど、でも普通に買っても下手すれば5000円とかありますからね、でしょプリントシャツなんて高いじゃん、はいはい、だからさそうなんか作っちゃおうかなと思って、ちょっと小遣い貯めときゃ作れるじゃん、そうですね、2万3万でさ10枚ぐらいだったらさ、はい、と思って、なんか、うん、それはぜひやろうと思って、それとステッカーは作ろうと思って、ステッカーというかカッティングシートとか、その類は自分でパソコンでも作れるじゃん、はい、言ったら、はい、なるほど、うん、それはやろうと思って、はい、だから D 様をグッズ化しようと思ってなんだろう、うん、グッズ化って言うとちょっと面白いですね、だってこういう言い方もなんだけどさ、はい、生きてたらやらしてくんないよ確実に、恥ずかしいとか言って、はい、多分あれだけど、はい、こっそりやったら後で怒られるパターンでもほらシルエットで何か作るんだったら はい、その立って二王だ結構二王立ちなんだけどね、はい、そのシルエットの写真は、はい、だけどなんか他のものとかでも使えそうなカットの写真とかがあったら参考にしてシルエット作って、シルエットプラスそうコメントみたいな形のものだったらなんかいろいろ作れるなと思って、はい、はい、いいんだ俺の趣味になっても、いや欲しいっていう人がいればそれは格安でお分けしますよ作った暁にはですけどね、作るかどうかまだだから考えてるだけだから分かんないけど、うん、でだよ、はい、やっぱりあのシルエットをあの画像に組み込もうとちょっと思ったの、はいはい、思ったんだけど急にいると変じゃん、ポンって増えますからね、そうするとちょっと離れたところに一人いると多分画面のバランス崩れちゃうから、それはちょっと違うような気がするのね、はい、うん、だからちょっと違うような気するから、じゃあどうしようかなと思って
回数のシャープあるじゃん。ありますね、はい。回数のシャープをちっちゃい D 様に変える。ほう。一人 D 様に変えるか、はい、両サイド、数字の両サイドを D 様、D 様で、D 様、だから今回何 ?419 回でしょ、はい、?D 様 419D 様にする。なるほど。今までのシャープはどうなるんですか。シャープはなくなります。あ、シャープの両サイドってかな、D 様シャープ何410何ぼとか420で D 様とかでもいいんじゃないですか、じゃあ。シャープを消さずに残した状態で両サイドとか、うん、気持ち悪くない？気持ち悪いかな。そうですね、ちょっと気持ち悪くないかな。どうなん、これは回にしたら、ああじゃあ D 様419回、ああそうだったら気持ち悪くないんだ、はい、気持ち悪い。どうですかね。でも D 様を419体並べてねえ、毎回毎回これ数える大変だなって。それだったら大きな D、 ちょっと大きめの D 様とちっちゃめの D 様を作って、うん、それで回数の整理をする。何、大きい D 様が100ってこと。まあそのイメージ。そのなんかさ、浦原宿にいるちょっと俺おしゃれって思ってる人がしてるような腕時計にありそうなの、なんだよ。何時だよお前それ。棒が縦と横に組み合わさったやつと、そのなんか変な点々が3つあるやつ、何時だよ。ああそうです、ありますね。分かんないやつありますね。分かんねえ時計はする必要がなくないですかって思っちゃうじゃん、はい、おしゃれだとは思うけど時間をすぐ知りたいから時計をするのであって、ちょっと、うん、これ何時って自分で考えて5秒ぐらい、ああ今何時かって、もう1分進んでるみたいな。危なかったね、もうちょっと今ね、敵が今、危なかった、ギリギリのところで踏みとどまったけど、おしゃれではあるから、時間も分からないわけじゃないから、別になしとは言ってないから、はい、まあ、個人の見解として、そうだよ、はい、ただもうそれするんだったら、俺はだから、アップルのさ、アップルウォッチの画面に D サーバーが419出てきた方がまだ分かるっていう。なるほど、絶対分かんない。あ、今419回なんだなって。ダメ？じゃあそこのレイアウトはちょっと考えなきゃダメ？なんか何パターンかそれを実際に、すいませんお手数ですけれども、まあ、作っていただいて、じゃあだからその辺はちょっともちろん考えますよ。はいはい、うん、じゃあうん、いあだまず切り抜かなきゃいけないんだよね。そうですね。でなんかな、あとはなんだろうな、金になるグッズにするにはどうするかですね。言い方せめてエンディングで金になりそうなアイデアをちょっと考えてみようかな。はい、はい、金になるにはどうしたらいいですか。どうしましょうか。どうしましょうか。金の延べ棒に D 様をこうプレスして文字通り金にしてやるっていう。むしろうちは？うちは？うちは？うちはではありません。そうですよ。それはうちはではないですよ。それは穴の開いた紙ですよ。そうだよ。たまたま D 様のシルエットを印刷した紙に。日付が載ってただけですから、そうそうそう、カレンダーではないんですよ。だから超バックナンバーじゃねえか。だからアーカイブにも上がってねえよ。前のサイトでやってたやつだろそれ。ねえ、引っ越し前のリニューアル前のサイトでお送りしてたやつじゃん。すいません、そこそこのヒット数はあった時のやつじゃん、はい、今以上に。そうですね。だから移行するんだったらちゃんと広告を打つは言い過ぎだけど、ちゃんとお知らせしないとね、はい、しないと結局わからないですからね、本当に、はい、せめてメールをくれた人にそのステッカーあげちゃうぐらいのことはできるような状況にはしたいよね。はい、それはもう俺いいもんだって自分で持ち出しでやりますよ。そんなステッカーちょっと作るぐらいだったら、あ、お安くできちゃうじゃん。そうですね、
枚数作ればでしょ、はいはい、だって100とか200でもいけるじゃん、はい、俺自分のさ死んじゃった奥さんのステッカー100枚持ってても何にも苦痛じゃないからさ、メール一通も来なくても大丈夫だもん。100人ここにいるって思えちゃうぐらいだもん。深い、うん、いじりにくいでしょ。すみません、正直いじりにくいっす、はい、いじりにくいでしょ。分かってんだけど笑えもしないし笑えないっていうのはお前ちょっとお前寂しすぎるじゃねえか。この笑えもしないけど , 笑っていいのかどうかも分からないですし、笑ってよくなかったら言わねえよ。ねえ、まあここまでいろいろやって笑ってもらえなかったら逆に俺つらいって。いやでも今のは俺言い方が悪かったなと思って、あ、いい、今のは多分こうね、あ、うーん、お辛いんですねってなるやつだなっていうのは俺分かった、うん、はい、すいません。だまあそれはまあ置いといてね、はい、うん、なので、はい、そういうこともちょっと考えていたりはします。そうですね、なので、そんなところにもご意見などあればですね、ぜひぜひ番組の、ご意見フォームから、はい、はい、メールでお送りいただければ、はい、と思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで帝さん、はい、タイトルは、ちょっと今調べたんですけど、スノードッグっていう映画がになりまして、はい、何でしょう。犬ぞりのアラスカの犬ぞりレースのお話ですね。うん、もう本当にシベリアンハスキーが8匹っていう、僕シベリアンハスキー好きなんですけど。うん、ちょっとそれで気になってしまって。それは面白いのかい？一応コメディの部類にはなってるみたいで。ほう、はい、ほう。主演は誰でしょう？主演、何年の作品で主演が誰だけ分かると嬉しいな。はい、2002年のアメリカ映画で、主演が、うん、すみません、ちょっと、キューバ・グッティング・ジュニア、すみません、かなりマイナー気味になりそうですね。アメリカ？はい。キューバ？キューバ？そうですね、はい。主演の方はキューバさんですね。はあ、うん、うん、なるほど。ちょっと本当に面白そうだったので。見るかもしれません。なるほど。それにするかもしれません。はい、というわけでございましてですね、最終的にはそのやる前週に振ります、もう一回ね。あ、はい、はい。なるほど。ということにしときましょう。なんかまたすみません、はいはい。はい。というわけで、今週はこの辺で、お相手は渡辺と近見と帝と染谷でした。次回の更新までさようなら。焼き付けてきた色派青さばらみま佐々木つねなり人の井の口夢を結ぶ中津新博多町